中鶴でございます。日本劇作協会では毎年新人戯曲賞というものを行っております。これは毎年実際に応募した方が審査員を指名できると。でその指名された、審査員たちが実際に最終選考に残った戯曲をお客様の前で実際に話し合って、もその場で新人戯曲賞を決めていくという、その公開審査会というのがございまして、これを今回ですね、せっかく大分大会があるということで、この大会で新人戯曲賞を決めていこうということに、いたしました。それから地域に拠点を作る意味、これは近年地域でですね、演劇を作ることの意義が非常に注目されて、おります。で地域から演劇を発信していくことということは、今大会大分大会、この大会をきっかけに大分が今後演劇をどう想像して発信していくかということに非常に参考になるのではないかと思っています。意気込みはですねとてもあります。一人でも多くの方にですね、もう実際に体験していただくと、大分の演劇がですね、もっと今後発展していくきっかけになればいいかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。